子猫の地位が始まるよ。8月27日日曜日っと、何書こうかな。あ、チー、ヨウヘイ、何着てる？そうだ、ちょっとごめんね。なんだ？今日はチーのことを紹介したいと思います。よく遊びます。で、すぐ飽きます。そしてよく寝ます。遊んで寝てばかりじゃありません。お母さん、ご飯まだですか？はいはい、いただきます。きちんと自分の意思を伝えるしっかり者でもあります。ごちそうさま。お腹いっぱいになったチーはとっても幸せそうにお腹を叩きます。パンパンラー。それからチーはお父さんのブラッシングが大好きです。気持ちいいだろう、チー。でもの掃除機の方がもっと好きなのです。もうしょうがないわね。いたずらするときは特に生き生きしています。もうダメだって言ってるだろ。怒られてもかな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 全然めげないところもすごいです。
なチーもとても可愛いです。でも僕が特別好きなのは、やーへー太陽チー、僕にスリスリ甘えてきてくれるチーです。これがうちのチーです。とにゃ、ん、どうしたの陽平。チーのことを絵日記に書いてるんだけど、何か足りない気がする。あ、そういえば僕たち外でのチーのこと何も知らないよね。確かに。そうね。よし、うん、僕の名はシャーロック傭兵ホームズ。ただいまよりチーを、いやワトソン君を追跡する。では行ってくるぞ、レストレード警部ハドスン夫人。頼んだわよ名探偵。気をつけて。さらばだ。ふふふ、つけられているとも知らず、のんきなものだなワトソン君。気のせいだった。ふう、油断は禁物。あ、こっち。お、チー。むむ、お友達。公園まで競争しようぜ。いいや。行くぞ。よーい。おい、待てチー。あ、待ちたまえ。チーの勝ち。ずるいぞ。手のかかるやつだな。チーもっと頑張る。そっか。ふるい。ああ。たく、しょうがねえな。よっと。みが、みがみが。みが。猫には猫だけの世界があって。そこには僕は入れないんだ。ありがとう、こっち。やめろよ、くすぐってえな。あ、スリスリ。大好きなお友達ができてよかったね、チ。またな。外で遊んでるときは僕のことなんて忘れてるんだろうな。ヘムヌラ。セミ。やりました。
でセミなんか。やっぱり僕、チーのことよく分かってなかったんだな。ふぅ、お、チー。あら、おかえり。ただいま。チー、何くわえてるんだ。セミ。ただいま。おかえり、ヨンヘ。え？お土産だよ。やへ、よかったね。もうちーったら、セミなんか拾ってきちゃって。外のもの拾ってきちゃダメだぞ。はあ、違うんだ。え？ちーはずーっと僕のために頑張ってくれてたんだ。だからそうだったのね。ありがとう、ちーヨンヘ喜んでる。大事にするからね、これ。ことはいつもすごいんです。あっちー、そんなちーが僕は大好きです。木登りしたら秘密の場所を見つけたって。やったな、みんなで大冒険だ。次回、ちーと秘密の場所、楽しいぞちー。